ハモーカル、ハモーカル、テルハモーカル、ハムカー、アラビア語は、現在のシリア北東部ハサカ県のイラク国境付近に、ある、大きな広告遺跡。イラクとの国境までは南へ8キロメートルほどの丘の上にある。シリアとイラクにまたがる、ジャズイーラ地方は、メソポタミアの北部にあたる地域で、麦などの栽培が最初に行われた地域とされる。テルハモーカルは、 ハブール川流域では最大級のイ・オカでテルレーランやテルブラクに匹敵する。ハブール川のどの支流にも接していないものの、チグリス川からもそう遠くない上に南北及び西の重要な交易路の上にあると考えられたため、1920年代よりミタンニ王国、紀元前15世紀頃などの都市遺跡発見を期待して発掘が行われてきたが成果は上げられなかった。 しかし1999年にシリア文化省高校総局とシカゴ大学オリエント研究所によるシリアアメリカ共同発掘計画が開始され、深い層から土器などが次々に発見されたことで、現在知られている中で人類史上最古の都市に属するうちの一つがこの地にあったことが明らかになった。研究者たちはメソポタミア北部のこの地域において都市は 従来考えられていたよりも早く成立したと考えている。この都市の年代は正確には分かっていないが、考古学者の多くの意見では、紀元前3500年より前であろうとされている。金石平洋時代、同期時代、紀元前4000年期頃に遡る13ヘクタールもの大片げな集落が見つかっており、その中から調理の跡や、泥レンガで作った城壁の跡が発見された。 また、円筒印象に先立つ、スタンプ式印象や、印象をして使う粘土製の封印、風邸が見つかり、行政組織や組織内のヒエラルキー、階層構造の存在を伺わせている。紀元前5000年期の住居跡は少なくとも700エーカー、280ヘクタールの範囲にわたるが、この時代にはこれほど、 大きな都市は存在し得なかったと考えられ、おそらく集落がこの範囲内を移動し続けたと見られる。ハモーカルからは、紀元前4500年から紀元前4000年の間に遡ると見られる、黒曜石製品を作る工房や土器編などが発見されており、ハモーカルが古代における黒曜石製の道具や武器を作る拠点であたくことを示している。 ハモーカル周辺には、こうした岩石は存在しないため、原料の黒曜石はどこかから輸入されたものとなる。科学的分析の結果、一番近い黒曜石の産地で1 7 0トル北にあるネムルト山、ネムルトダウ、ネメルートダグ、現在取るコ量から産出されたものであることが明らかになった。ハモーカルは大量の道具や武器の生産、及び アナトリア南部とメソポタミアを結ぶ交易で栄えた都市ということになる。伝統的にメソポタミアにおける都市発展の起源は現在のイラク南部の下半の共同体にあったと考えられてきた。メソポタミア南部は古代シュメールの地であり、紀元前4000年頃にはウルやウルクなど有名な都市をはじめとした多数の都市国家が成立し、文明のゆりかご、都市のふるさととと呼ばれてきた。 また、メソポタミア北部はこれら南部の諸都市の影響下にあったとされていた。しかし、ハモーカルから古い都市の遺物が発見されたことにより、北部は南部のシュメールから独立して発展して、イタコが示され、文明のゆりかごや都市のふるさとは、チグリス川上流のイラクシリア国境付近にまで拡大されなければならない可能性がある。シリア北西端における、 この考古学的発見は文明が大きな規模と組織だった構造に達するまでに進んでいたことを意味しており文字に書かれた言語が出現するより前にこのような都市が成立しと考えざるを得ないことを意味している以前は文字体系ができて初めてこうした複雑な都市が成立すると見られてきたより重要なことはこの都市が少なくとも今から6000年前の紀元前400年には 繁栄し、シュメールとは、独立して機能していたことにある。これまでは、発達した印象や、筆記の体系を持った最古の都市は、ウルケやウバイドなど、メソポタミア南部のシュメール諸都市で後されてきた。ハモーカルでの発見は、都市の背後にある基本的な概念のいくつか、例えば専門化した労働、法体系、行政組織、工芸の発展などは、 かつて信じられてきたよりも早く始まった可能性を示唆している。2005年と2006年の発掘調査により、ハモーカルにあった都市は、紀元前3500年以降に戦争で破壊されたことがわかり、これは中東の考古学史上、現在のところ最古級の戦争の後である可能性がある。発掘とともに、紀元前3500年から、 紀元前3000年の間に都市が忽然と消えたことがわかり、当初は地震により消失したとも考えられていた。しかし多数の墳墓や住居の後から都市が工場戦により攻め落とされて破壊されたことが判明した。また非常に多くの粘土でできた弾が見つかっており、これを弾丸のように放って建物や牢状している軍勢を攻撃したとみられる。さらに上の層からは、 ウルク気候期に遡る食器や壺など、土器多数や印象などの異物が見つかっており、南方から拡大したウルクとの戦争で滅ぼされた可能性もある。ウルク気候期、紀元前3500年から紀元前3000年を経て、紀元前3000年期には都市が大きくなり、最大規模に達した。ニネベブ域のサイモンドが発掘されていることで、 近隣のテルブラクの悪化ド王国時代の土器との比較や時期推定が可能となっている。悪化ド王国後期に北メソポタミアの都市の多くが放棄されたことが近年指摘されているが、ハモーカルは悪化ド時代以降にも都市が存続したと見られ、この時期何が起こったかの解明につながると期待される。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。